1月12日日曜日朝7時33分のホームポイントは、かすかなオフショアが背後から見てますね。海には今すね膝程度のうねりがミドル付近からインサイド気味にブレイクしましたが、乗れるような感じではないですね。ホームポイントの右もかすかなオフショアはほぼ無風で、いい感じのうねりは入りますが、ややインサイド気味にブレイクしますね。まあでもしっかりとしたうねりは入ってますね。気温は8度ぐらいありますね。風はかすかなオフショア。海にはいい感じのうねりは入りますが、そのうねりとうねりの間隔はとても長いですね。今ほぼフラットですね。